交際離断は、猛様体への交際の付着によるその局部的な分離や剥離である。命の二部的な外傷が原因となった交際離断交際離断は、通常、命の二部的な外傷が原因となるが、貫通性の目外傷が原因となることもある。ある種の交際離断は、あらゆる眼内外科手術の遺言性合併症でありえ、 かつては脳内白内障摘質手術の一部として故意に引き起こされた。交際離談はボクシングやエアバッグの展開、高圧水のジェット、ゴム製のバンジージャンプの紐、圧迫下で開かれたボトルキャップ、水風船、花火、様々なタイプのボールによって発生したと報告されたことがある。 小さな交際離断に伴うものは無症状で治療を必要としないことがあるが、大きな離断に伴うものは動向変異や多動交渉となり、単眼福祉やまばいわきら、はじめを経験することがある。交際離断は、しばしば空格交代を伴い、緑内障や全貌出血の原因となる。低眼圧が発生することもある。随伴して全貌出血を起こしている。 防災離断は、慎重に処置しなければならず、出血の再発は、すべてのスポーツ活動は厳に包むことで予防すべきで、ある。処置は、一般的に観察というか上での安静を必要とする。赤血球が、防水の排出を減少させることがあり、従って、アセタゾラミドを蛍光投与することで眼圧を低く、維持すべきである。睡眠中の偶発的な外傷には、夜間、 眼球保護体で覆うことで予防すべきである。アスピリン、ヘパリン、ワルハリンの投与は避け、回復あるいは進行を毎日観察すること。大きな全貌出血は、慎重な全貌洗浄を必要とすることがある。再出血には追加の治療介入と両方を必要とするかもしれない。その後、一い二重視やまばゆ、アキラ、 美容性形状の証拠を引き起こしている大きな剥離には外科的修復を考慮するかもしれない。外科的修復は通常10から0ポリプロピレン方法糸によって胸膜岬と毛様体の接合部に向けて交際剥離の基部を抑えながら包合していくことで行われる。外傷性交際離断に伴うものは空格抗体への高いリスクがあり、それによって 目内圧の更新は引き起こされている。一般的には受傷後、約100日間、または3ヶ月の観察するので、それゆえ、それは100日の緑内障と呼ばれる。アイップ管理のための内科的あるいは外科的治療は、緑内障が現在進行中であれば、必要とされることがある。不透明なソフトコンタクトレンズが、美容整形を改善しに重視の感じを、 軽減するために使用されることがある。ありがとうございます。